えー、クソジジーチャンネル今日はコメント返し。明石さんはレイジーやネバーランドの方と面識はあったのでしょうかと。レイジーってのはなんとなくね。 聞いたことあるんですけどねネバーランドっていうもの自体を全然知らないんですよね。まあ、あの、いつも言ってるみたいにあの、日本の音楽全然聞かないんで、だからレイジーも聞いたことないんですけども、赤ずきんちゃん気をつけてとかなのかな確か。<laughs> ただ、レイジーはアニソン歌手のあの、鍵山さんっていう人と、ラウドネスの樋口さんと、高崎さん、タッカンと。その3人がいたっていう話は知ってます。はい。 まあ結構仲良くあって、よくなんか飲みに行ったりとかして、あの人もね、なんかね、面白いんですよね、なんか。前も言ったっけ <laughs> よく飲みに行ったんですよ。あの、ロックンロールスタンダードクラブ。あの時にカビシングウェルカなんかをやった後、まあ、ロックンロールスタンダードクラブのあの、楽曲解説もまたいずれしようかなと思いますけども、ビシングウェルカなんか終わった後に、まあこの話もしたと思うんですけども、日本人でこんなに重たいベース弾く人いるんですね、みたいな感じで僕のことすごい絶賛してくれて、でそれで仲良くなって、 結構六本木で、まあ、当時僕六本木に住んでたのかな、えー、六本木で、ね、よくなんか飲み歩いたりとかしてたんですよねあの人とねなんかね飲んでるとねこっちが酔っ払ってきた頃合いを見計らってですねじゃあ今日はここは先生のおごりでとかって言うんですよねでまあ僕もだからその頃すごいお金あったから「あいいですよ」とかってって。 てたんですけどももうそれが何回も続くんでななんかなんとなく、まあ、むかずきはしないんですけどもたまには出してくんねえかなとかって思ってですね「いやたまには樋口さんも出してくださいよ」って言ったら「いや僕はそんな失礼なことできませんよ」とかつって「<laughs> うまいこと言うな」と思って「ああ分かりましたよ」とかつって結局ね全部怒らせてますけどもね <laughs> まあそういうふうな面白いまあねもうね死んじゃった人なんでね死者に夢中です話もしたくないんですけどもまあなかなか微笑ましいというかまあ面白い話かなとは思うんでいいかなと思いますがまあ、まあ 自なんで、まあ、なんで、えっと、レイジーの人は、影山さんとはね、全然面識がないんで、全然わかんないんですけども、菊池さんとはよく何回か飲みに行ってます。楽観とは飲みに行ったことはないですね。ちょっとなんか、たまたま会って話したみたいな感じ。まあ、B’z の楽屋になんか来てくれたりとか、なんかそういう風な時だったあ。まあ、ハードロックカフェとかだったりとかもしたかな、なんか。まあ、そんな感じの関係だったりします。エヴァーランドはそもそものバンドがよく知らないです。ごめんなさい。 はい、ありがとうございます、えー、基本的なことで申し訳ないのですがベースやドラムがこの曲でどのように演奏するかというのは作曲者じゃなく編曲者が決めるのでしょうかね。これねね意外とかかんんなないですよ、ね、<laughs> なんか基本的には日本の場合とアメリカの場合欧米なのかなよく分かんないけどもではね結構違うんですけども日本の場合は作曲者っていうのは歌のメロディーを考えた人が作曲家なんですよね。 日本の場合は、イントロのメロディー、例えば、えっと、裸足の女神の、チャンチャンチャチャン、タンチャンチャ,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 ャンとか、あのメロディーとかを僕は考えたんですけども、あれに対して作曲ン税はもらえてないというか、まあいいんですけども、全然 <laughs>。っていうパターンなんですよね。なんか松本さんが言ってましたけど、なんかリアルイングシェイク,クスの時、あの時はだから、ダーン、ダーン、ダーンダダダンみたいなやつ。あれを考えたのが、トニー・フランクリンっていうベースの人かなんかかな。で、それで、えっと、エンジニアのアンディ・ジョーンズっていうプロデューサーの人に、 リフはは僕が考えたかららこれにに対しての印税はいくらになるんだみたいな話をしててその時に「いや今日の現場はそういう現場じゃないんだ」って言ったって話を松本さんから聞いたことがありますそうやってなんかリフだったりとかそういう風なものっていうのも考えた人が作曲印税をもらえるっていうのがまあアメリカの場合は普通みたいですねまあね僕もだからねなんかまあそれでもねだから僕は考えたものなんてねその大してないんですけどねだいたいそのイントロのメロディーとかはねサビのメロディーだったりするし <laughs>。 もらえてたら今よりももっと収入が多かったとは思うんですけどね収入が多かったらねきっとねこの YouTube チャンネルやってないですからだからもらえなくてよかったなってことですはいありがとうございますまあねベースやドラムがどのように演奏するかっていうのは基本的には編曲者が決めますでも、えー、作曲者がこういうふうにしたいっていうイメージがあれば僕の場合はそれを最大限優先してどんな人でもそれはだから松本さんはもちろんのことを 学生のやつらとかでも、こういう風にしたいとかってやると、それをもうだから最大限優先して、まあ、それその通りちゃんと優先しても、それでも格好良くはできるんで、あ、こういう風にしたいんだねっていうところで、いろんな手があるんで、もう編曲なんていうのは本当にもういろんな要素がいっぱいあるから、まあ、シャムシェードの場合とかだと本当にもうだから全部できてるんで、それに対して自分ができること、シンセだったりとか、まあ、コーラスのアレンジだったりとか、そういう風なところだけとか、まあ、あとは、例えば、 なんかスネアの位置とかを大太君に、これこっちの方がいいんじゃないのみたいな感じで言ったりとか、まあそういうのはね、なんかちょっとしたサジェッションはすることはあるんですけども、基本的にはそのオリジナルの人たちが考えた、その人たちを必ず優先するっていう考え方なんで、割と画が,が強いというかね、まあクソジーな割には割と柔軟だったりします <laughs>。まあなんでそれなりに売れたのかもしれないですね。ありがとうございます。はい。では今日はそんな感じでどうもありがとうございました。